韓国の文化体育観光部が7日午前、国際オリンピック委員会のロシアドーピング制裁関連決定に対する立場を明かした。文化体育観光部は報道資料を通して、ピョンチャン五輪からのロシア選手団除外について、残念に思うと伝えた。その中でも個人資格での参加は許可されており、 より多くのロシア選手団をピョンチャンに迎え入れられるよう出場を促す方針であることを強調した。まず、韓国政府と国民はピョンチャンオリンピックが世界のスポーツ関係者が参加する平和と和合の祝祭になるよう、この7年間準備してきた。ロシア選手をはじめ、世界の冬季スポーツ選手の参加はピョンチャンオリンピック成功の鍵であり、 五輪の精神を実践する最も重要な要素と説明した。そして、韓国政府はピョンチャンオリンピックが韓国とロシア間の伝統的な友よし関係を一層強固にするいい機会と考え、多くのロシア選手に会えることを期待している。ロシア選手の優れた競技力と活力をピョンチャンでも見られれば、 ピョンチャンオリンピックの成功に大きく貢献できるだろうとして、個人的な参加を促した。